はい、こんにちは。こんばんは。今日紹介するのはアクセサリーで、えー、これは自分が中学2年生ぐらいの時にインディアンジュエリーショップで購入したアンティークビーズです。で、これよく見ると色が、色がっていうか3種類ビーズ混ざってまして、 その当時買ったのがこの一番濃いこの動画で見るとちょっと茶色っぽいようなこれがその当時アンティークビーズって言って売られてたネックレスをバラして去年自分で手ぐすに通してブレスレットにしましたでこの朱色っぽいオレンジ色っぽいま四角みたいな 金太郎は目ブツブツ切ったような形のこのビーズは確か高校生ぐらいの時に、まあ、やはりアンティークビーズみたいな感じで売られてたものを買いました。で、もう一色、もう一種類。この明るめの方の明るいオレンジ、明るいオレンジでというか明るい方の丸い方の明るいオレンジ、赤。まあ、何言っていくかわかんないんですけども、この 明るいやつは、これは現行の最近、2、3年前にあのジョイフルホンダで買ったやつです。で、色が3色混ざってるんで結構深みがある感じになってて、手作りなんですけど結構味出てると思います。で、当時で20、20, 20、年前ぐらい、二十数年前で、 まあアンティークものって言われているレストラでアンティークだと一応アンティークの定義っていうのは100年以上経ってるもので価値のあるものみたいな感じなのでアンティークあーそうすると結構百何十年前百二三十年前のものになると思いますまあこれが本当にアンティークものだったらの話なんですけど で、実際につけてみました。こんな感じです。 結構手術作りも面白いです。はい、以上です。